はい。皆さん、こんにちは。山下大地です。今日は高校生の方からご質問をいただいてます。総合型選抜や学校推薦型選抜を中心に大学受験をしようと思っています。今は推薦の塾もいろいろあるので悩んでいます。推薦の塾、どこの塾がいいですかはい。えー、目指やりましょうというのは当然なんですが、それも含め、いろんな塾世の中あるわけですね。特に、 総合型選抜や学校推薦型選抜の入学定員が多くなるにつれて従来の英語や数学を教える塾ではなく面接や書類選考や小論文の対策をするという推薦の塾も増えてきました中には合格実績を高く歌っているところもありますいろんな塾があるどこがいいんでしょうかそもそも塾があなたを どこかに入れてくれるというあなたの気持ちがダメです。世の中、推薦の塾使わなくたって受かってる人もいっぱいいるわけですよ。まあもちろんそういうことはちょっと難しいから塾行こうとしてるんですけど、最初に申し上げたいのは、推薦の塾別にあなたはどこに行っても良いですが、重要なのは、塾さえ入れば入れてもらえるって思う気持ちではダメです。だって、受けるのはあなたですから。なので、 確かに塾は鍛えてくれるでしょう。小論文面接書類選考の対策はやってくれるでしょう。でも一番大事なのはあなた自身がその大学に入りたいという自分がが本気かかどうかが大事です。それがなければいくら塾の先生が頑張ったってあなたは受からないと思います。塾さえ行けば入れてくれるんでしょうじゃなくて私がこの大学に入りたいこの学問をやりたいこの先生のもとで学びたい将来 このように社会で役に立ちたいという自分の気持ちが一番大事であって、それをしっかり持って作っていく上で、まあ、塾の力も借りようっていう塾選びになっていくと思うんですね。一番大事なのは、志望動機と自己 PR です。志望動機は、どうして私が〇〇大学〇〇学部で学びたいか。自己 PR は、そのために高校で何を頑張ってきたか。これを、 他の誰でもなくまずあなた自身が真剣に考えることそれをちゃんとやった上で塾の助けも借りるじゃあどこの塾がいいんだろうっていうふうになっていくのでここで A 塾がいい B 塾がいいという話を僕はしませんあなた自身の気持ちが一番大事それをしっかりした上で自分に合った塾を探してください基本的にはあなたに受かってほしいからこういう話になってるんですね頑張ってくださいありがとうございました ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また、メガスタの LINE にご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。